バングラデシュの脱荷郊外の繊維工場の労働者。バングラデシュの繊維産業についての解説。バングラデシュの急速な発展途上にある経済における唯一の成長源は織物と衣服産業である。織物と衣類の輸出は外貨獲得の主な要因である。繊維産業と医療産業はバングラデシュの急速に発展している経済の単一の成長源を提供し、 繊維製品及び衣服の輸出は外国為替収益の主な源泉である。2002年までに繊維製品、衣料品、規製服の輸出はバングラデシュの商品輸出全体の77%を占めた。1972年、世界銀行はバングラデシュの GDP を62億9000ベイドルと予測し、 バングラデシュの GDP は2014年までに1738億2000万ベイドルにまでに成長した。またそのうちの312億ベイドルは輸出により生み出され82%は RMG であった。2016年の時点でバングラデシュは医療品生産において中国に次いで世界2位を占めた。バングラデシュは 世界で2番目に大きい西洋のファストファッションブランドのアパレル輸出国で欧米ブランドの輸出契約の60%はヨーロッパのバイヤーと約40%はアメリカのバイヤーとのものである。繊維工場の5%のみが外国投資家によって所有されており、生産の大部分は地元の投資家によって管理されている。2016から2017年の財政年度において、 RMG 業界では、そういう質額の80.7%、GDP の12.36%である281.4億ドルが生み出された。RMG 業界はまた、環境に配慮した生産活動の実践も行っていた。バングラデシュの織物産業は、貿易対援助の議論の的となっていた。バングラデシュの医療産業の開放的な貿易体制の奨励は、 対外援助よりも、はるかに効果的な援助体制であると主張されている。世界の医療品市場における、WTO の新繊維協定及びエヴァ協定及び、米国の2009年関税免除支援による割当てなどの制度は、バングラデシュの規制物産業の起業家に恩恵をもたらした。2012年、繊維産業は、同国の全産業雇用の45%を占めたが、 バングラデシュの国民総所得の5%しか占めていなかった。何千人もの死者を出した数件の工場火災及び崩壊の後、バングラデシュの織物工業とそのオバイアーらは避難にさらされてきた。多くの人々は労働者の安全性侵害の可能性に懸念を抱いており、政府が安全基準を向上させるために活動している。女性の役割は議論において重要である。 というのも、織物産業は女性にとって経済的安全の重要な手段であると主張する人もいれば、一方で男性と比べて女性ばかりが不当に扱われている織物、労働者であり、そのような事故の不当な犠牲になっているのは女性ばかりであるという事実に焦点を当てている人もいる。より良い労働条件を確保するための対策が講じられているが、 多くの人はより多くの対策ができるはずだと主張し続けている。成長の波に乗り、ハードウェアにもかかわらず、バングラデシュのアパレル製造業は、輸入減免から直接協力に、広報連結された糸製造工場に依存して、付加価値の60%の敷地に達し、30.61ベドルの新しい輸出口に達した。2018会計年度で10億になる。ダッカの女性は、 18世紀の美しいベンガルモスリンをまとっていました。ムガル帝国の支配下では、ベンガルスバは16世紀から18世紀にかけての世界的なモスリンとシルクの取引の中心地で、ムガール時代面化生産の最も重要な中心地は、ベンガル、特に首都ダッカ周辺で、中央、アジアなどの遠い市場で、モスリンがダカと呼ばれるようになる。ベンガルは、綿や絹の織物を、 ヨーロッパ、インドネシア、日本などの市場に輸出した。ベンガルは、例えばアジアから、オランダ会社が輸入した織物の50%以上、絹の約80%を生産した。バングラデシュ製の医療品マッキンゼーレポート、バングラデシュは次のホットスポット、次は、中国1974年多角的繊維取り決めと、韓国の大ブバングラデシュの規制の縫製工場での、 t シャツの品質チェック発展途上経済法のための米国の関税救済支援輸出への影響バングラデシュの法制工場の労働力の80%以上は女性です。バングラデシュの法制工場バングラデシュの法制工場内の作業環境政策と介入漂白剤とアゾ染料バングラデシュの比較産業。バングラデシュの首都奪還の約50万人の住民は 自宅近くのナメシ工場からの化学物質汚染により、深刻な健康問題の危険にさらされています。サンドブラスト予防戦略カマンガン酸、カリウムバングラデシュイ複製造業者及び輸出業者、協会レポート医療産業は、放置された女性の経済的地位を支援するだけでなく、社会的地位も与えています。ありがとうございます。